真夜中の人形使い。どうも、タクタクです。やっていきましょう。なんかこの迷路みたいなところ。これ迷路なのかな、本当に。あ、なんか落ちてるぞ。なんだこれ。え、こんなのあり？昔々、あるところに一人の少女がいました。ある日、山にキノコ狩りに出かけた少女は、山の中で道に迷ってしまいました。山の中でキノコ狩り。意味深ですね。少女が困っていると、心優しいカラスがやってきて、帰り道を教えてくれました。まず行き止まりからスタートします。すると、十字路に差し掛かるので、右に曲がってください。次に、T 字路に差し掛かるので、右に曲がってください。ほう、右と来たね。そのまままっすぐ進み、突き当たりの壁を調べると家に帰れます。少女はカラスに言われた通りに進みました。その後、少女の姿を見た者は誰もいないそうです。え、それ死じゃないのそれ。やってみようか、じゃあ。ここまっすぐ行って、これ右に行けねえじゃん。ちょっとどこがスタート地点なのそれは。そもそもが。スタート地点。どこがスタート地点？あ、ここかな？あ、井戸。古びた井戸がある。ここではしごじゃ、あ、待って。マスパーの頭かな？マスパーの頭ロストするだけやな、それな。どうすればいいんだろう。場所からスタートするんじゃね？その行き止まりもね。あ、なんかいる。なんかいるよ。これがあれかな？もしかしてモスビー。はじめまして、モスビーという者です。あなたにヒントを与えるためにやってきました。これ愛地球博のキャラとかじゃないですよね。古いなネタが。もしかして謎解きでお困りではないですか？なまら困ってますね。はい、ではヒントを差し上げますね。このマップには十字路が全部で3つあります。3つ目の十字路の存在を見としてませんか？広い視野で探すことが大切ですよ。それでは頑張ってくださいね。虫ながら応援しています。十字路、こう、まあパッと見2つはありますよね。3つ目の十字路、ん？ここのこと？こっちのことなのか、まさか。十字路って行き止まりからスタートしますよね。でもね、行き止まりからスタートするとこっちってことかな。で、これを右に行きます。しばらく行くと T 字路、これを右にまっすぐ行くと、あ、違う、ここじゃないのかな。はっ、あ、待って、よく見ると木の枝にロープが引っかかっている。取る、はい。ロープ。え？もしかしてこれのこと？あ、これ T 字路。あ、待って。これが交差点だったとしたときに、待って、右？どうしよう、待って、あれが？もう意味がわかんないんだけど。でもなんかここは確かに十字路で、行き止まりから、ここからってことかな？行き止まりじゃないよね。交差点、行き止まりってここのことなのかな。で、左だよね、だったとしたらね。あ、ここのことかな。で、右に行く。で、これで、この人から見て右はこっちだから。あーっていうことなのかな。まあ、どこが起点かってのはちょっと、わかりにくかったな。こことかっていう、なんか書いてあればいいんだけどね。このロープを多分、井戸かな。ちょっと井戸だな、多分な。井戸行ってみよう。でもどこに引っ掛けんだろう、これ。ね、ほら、引っ掛けるとこない。使う。そう、引っ掛かるという体で、じゃあ。いいのかな？降ります。ん？緑の玉。緑玉がありますね。結構時間かかった。これは？おお、早っ。跳ねるね。なんか出てきそう。虫、それこそ虫。なんだっけ、モディアックだっけ。
モディアック牧場って言ったもんな。長い。イカルガ村？イカルガじゃない、イカルギ村？イカルギ村まだつかないのか。お！どうした？誰かにつけられているような気配を感じたんだが、気のせいか。ここセーブしといた方がいいんじゃないの？セーブしとけフラグじゃないの、これは。こっちでは、ないですね。なんか抜けそう。大丈夫。ふう、やっと村に着いたみたいね。隠れ家までもう少しよ。ミレン、頼むから村の中でおとなしくしてよね。僕ら教団の人間とイカルギ村との間で過去に何度もいざこざがあったことはミレンも知ってるでしょ。村人たちは僕らのことをよく思っていないんだ。あまり目立つ行動は控えてよね。大丈夫よ、一晩過ごすだけなんだし何も起こりはしないわ。だいたいシュンはビビりすぎなのよ。私たちは選ばれた人間なんだから、こんな森の奥に住む泥臭い一般人のことなんか気にしなくていいの。腐りきって言いながらぜ、ミレン。いつものことながら口が悪いな。僕はただ念には念をと思って。はいはい、もう小言は結構。慣れない山道を歩き通しだったからもう足がパンパンなの。早いところ隠れ家で休みましょう。うん、わかったよ。後ろからついて、追いついたのかな、これは。お、え、誰？誰？お父さんじゃなかったね。まだつかない、パパ。あ、これ、子犬。飼えるとこ、え、光ってるよ。光ってますよ。いいんですか、行かなくて。マスパーの首とか、頭か。あ、違う。あれ？いいの？光ってるよ。あ、カラスが。あ、落としてた。お守りが落ちている。ヨータ。お守りか。ヨータって？少し前まで雨が降っていたはずなのに、このお守り全然濡れていないな。ってことは、つい最近落とされたってことか。さっきの人か。なんか見られているような気がするって言ってた。まあいい、とりあえず拾っておこう。お守りを手に入れた。あれ？待てよ。さっき追いかけてきてたのってもしかして犬が人に化けてた的な、いや人が犬に化けてた的な、そういう感じ。じゃあなんかさっき撃たれてた人、あれは怪我をしてるってことなのかな。銃で撃たれて。なんかすごい空間がいっぱいありますね。意味ありげな空間が。あ、誰？あ、可愛らしい男の子。おい、待ってくれ。何だったんだ今の男の子は。イカルギ村の少年、どっちに行くべきだ。こっちかな。髪切りが落ちている。2時45分。これは鍵がかかっている。行けないんだ。イカルギ村に行くには何か謎を解かんといかんと。ん？あ、時計っぽい。2時45分あたりを調べろってこと。2時、ん？カラス。ん？なに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 ？調べるとカラスが止まりますね。2時45分。これでいいんじゃないの？おー、落ちてきた！鍵落ちてる。はい。すごい。木戸の鍵。カラスの鍵システム。ありがとう、カラスさん。もう行っちゃっていいってことだよね、多分ね。非常に簡単な謎解きでしたね。ここに起動の鍵を、はい、使う。このまま行っちゃっていいのか。あ、またあの男の子だ。おい君、来ないで。
また逃げられた。なんか知らないが落ち込むな。こっちとか行かなくていいのかな。なんもなさそうだけど。なんかこう森の中っていうイメージなんで、あえて作られてるのかもしれないけど、どうしても行ってみたい衝動に駆られちゃうよね。こう分かれ道があったら、まっすぐ追いかけよう。あの子、あ、なんかイカルギ村への信者の立ち入りを禁止する。この信者ってのは真理の目の信者のことだよな。あ、もしかしてあの子俺を信者の、あ、違う違う、真理の目の信者だと勘違いしたのか。だとしたらまずいな。あの子が俺のことを村の誰かに話したら、村に向かった未練と瞬に俺が生きていることがバレてしまうかもしれない。急いであの子を追いかけないと。大丈夫か、このまま行って。着いたっぽい。ん？誰？伊藤周作。雨が上がったと思ったら今度は霧か。見回りはこのくらいにしよう。して今日はもう帰った方が良さそうだな。誰を見つけるんだろう。ん？ん？あれは岸川さん。岸川さん。あ、岸川みどり。どうしたんですか、こんな時間に。伊藤さん、助けてください。え、何があったんですか。あの子が、ヨータがいなくなってしまったんです。え、ヨータくんが。はい。部屋を覗いたらいなくなってて、それで家中を探したんですがどこにもいなくて。お願いです、伊藤さん、ヨータを探すのを手伝ってくれませんか。あの子に何かあったら私。わかりました、村の大人たちと、それから青年団にも連絡してみんなで探しましょう。きっとすぐに見つかりますよ、安心してください。おー、伊藤さん。ん？ああ、ちょうどいい。牧田くんだ。牧田くん。ん？なんか見たことあるような。ちょうどよかった。伊藤さんを探してたんだ。私よ、そっちでも何かあったのか。ああ、実は教団の連中が村に来てるみたいだよ。それは本当？うわ、岸川さん、いたのか。牧田くん、今の話は本当なの？ああ、青年団の佐々木が村の出入り口で、ね、怪しい3人組を見かけたんだ。それで後をつけたら、その3人組、以前教団が使っていた建物に入っていったらしい。じゃあやっぱりあいつらが。で、これからそいつらのところに殴り込み、いや、話を聞きに行こうと思ってたんだけど。ってことは、さっきなんか撃たれたワンちゃんは本当にワンちゃんだったわけだな。俺の勘違いか。伊藤さん、こっちでも何かあったのか。ああ、岸川さんの息子のヨータくんを知ってるよな。実は、そのヨータくんが行方不明なんだよ。え、マジかよ。そこにフラッと現れた。そうだ、完全に怪しまれるんじゃん、これ。きっと奴らとの仕業よ。奴らがヨータをさらったんだわ。ちょっと、岸川さん。それ話が飛躍しすぎじゃん。確かにあり得るの。牧田くんまで何を。伊藤さんだって知ってるだろう。奴らが子供をさらってるって噂。それに、2年前、あいつらが何をしたのか忘れたわけじゃないだろう。あいつらのせいで、岸川さんは。牧田くん。その話はどこ、そこまでだ。憶測で物を言うもんじゃない。警察はあれは事故だと言っていたじゃないか。信じられるかよ、そんなの。村のみんなだって内心教団の仕業だって思ってるはずだぜ。とにかく岸川さんの前なんだ。そんな話はもう終わりだ。何があったんだ。伊藤さん、私教団の人たちのところへヨータを取り返しに行きます。待ってください。岸川さん、あとは自宅で待機していてください。教団の人たちのところへは私と牧田君で行きますから。いいえ、私も行きます。ヨータが危険な目に遭っているかもしれないのに、じっとなんてしていられないわ。こう思う親なら当然の行動。ダメです、あなたは連れて行くことはできません。もし本当に連中がヨータ君をさらったのなら、素直に返してくれるとは思いません。武器を持っているかもしれませんし、そんな危険なところへあなたを連れて行くわけにはいかないんです。あなたに何かあったらヨータ君は一人ぼっちになってしまうんですよ。あ、旦那さんが殺されたみたいなことか。じゃあこれは。でも少しは私たちのことを信用してください。ヨータ君を助けたい気持ちは一緒です。わかりました、ヨータのこと頼みます。なあ、連中が武器を持ってるかもしれないってマジかよ。今のは岸川さんを家に返すための方便だ。いや、でもガチで持ってると。じゃあ伊藤さんは教団の連中がヨータをさらったって信じないのか。当たり前だろう、逆に聞くか。教団の連中がヨータ君をさらったと君は本気で思っているのか。か
可能性はゼロじゃない。連中が村に現れたのと同じ日に今度はヨウタがいなくなったんだぜ。偶然とは思えない。わかった、これからそれを確かめに行こう。青年団を集めてくれ。教団の建物へ行く班と村でヨウタ君を探す班に分かれよう。わかったぜ。まったく、教団にヨウタ君の失踪、一体今夜はどうなってるんだ。そこにフラッと現れる大丈夫かな、捕まるフラグみたいなの立ってない。それは、え、なにこれ、は、は、なに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 、は、なに、は、なに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 、なんか来てるよ。おおお、なに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 、お、なにこれ、は、女の人、お、怖えよ。ちょっと見れん、今いいとこだったのに。ホラー映画なんてあといくらでも見れるでしょ。それより外の様子がおかしいのよ。外の様子？ええ、誰かが来たみたい。え、ようわかったな。夜分遅くにすみません、村役場の者です。実は少しお伺いしたいことがありまして。おい、いるのわかってんだ、さっさとドアくれ。まあ牧田くん、早く出てこねえとドアぶち破るぞ、クソ信者だめ。随分と口の悪いお客さんだね。はあ、ここに来るのを村人に見られてたみたいね。多分私たちが村に入ったことに対して苦情を言いに来たんでしょう。適当にあしらってさっさと追い返すわ。シュン、人形使いの娘と一緒に透明になってて。了解。そんなことできんの？人形使いちゃん、ちょっとの間じっとしててね。おお、なった、透明に。やり過ごせるのかな。ちょっとあなたたち、何勝手に入り込ん上がり込んで。そりゃこっちのセリフだ、何勝手に村に入ってきてんだよ。教団の人間は村に入らないって約束だったはずだぞ。そんな約束、私たちがあの施設を引き払った時点で半個よ。そういうルール適用できんの？だいたいここは教団の所有物件なんだから、一晩泊まるぐらい別にいいでしょ。明日になったら出てくわよ。何かってこのどかしてんだ、約束は約束だろ、ちゃんと守れよ。うっさいわね、なんなのよこのガキは。あなた、牧田君、少し落ち着きなさい。これじゃまともに話し合いもできない。伊藤さん、でもよ。いいから君は少し黙ってて。う、分かったよ。で、すいませんね、彼は言葉遣いは乱暴ですが根はいいやつなんです。そんなこと聞いてない。要件は何？実は少しお聞きしたいことがあるのですが、よろしいですか？嫌だって言っても帰ってくれないんでしょ？だったら早くしてよ。ありがとうございます。では、単刀直入にお伺いします。あなたがこの村にやってきた理由を教えてください。さっき言ったでしょ？一晩泊まりに来ただけ。そうでしたか。ところで青年団の佐々木君によれば、あなたに連れがいたということですが。はあ、見ての通り、ここには私一人しかいないわ。その佐々木ってやつの見間違いじゃないの？てめえ、佐々木が侮辱する気か。あいつの視力が 2.0 だぞ。牧田君、侮辱も何も、今夜は霧が濃いし、見間違ったって不思議じゃないでしょ。質問は以上かしら。終わったんならさっさと帰ってもらいたいんだけど。まだ終わってねえや。お前、ヨウタをどうした？は？言ってる意味がわからないんだけど。とぼけるんじゃねえよ。お前がさらったんじゃねえのか？私がさらった？いきなり人の家に押しかけてきて、人を誘拐犯呼ばわりとは。ほんとクズばっかりね、この村は。クズばっかり？その言い方だと、まるで牧田君以外にもこの村にクズがいると言っているように聞こえるのですが。牧田は大丈夫？伊藤さん、牧田君クズ認定してるってことするは違う？そういう意味じゃない。伊藤さん、俺がクズなのは否定しないのかよ。そう聞こえたかしら。単なる気のせいよ。私たちさっきこの村に着いたばかりで、あんたたち以外に接触した村人なんていないし。私たち？あ、こいつアホや、やっぱり。こいつやっぱアホだわ。ボロがすぐ出る。今のは単なる言い間違いよ。私を疑ってるみたいだけど、ヨウタなんて本当に知らないわ。これは事実なんだよな。なんならこの部屋を調べてもらっても構わないけど。いえ、それには及びません。我々は退散します。ちょ、伊藤さん、この人は我々に何か隠し事をしている。だが少なくともヨウタ君の件に関してはシロだ。ここにヨウタ君はいない。
そんな伊藤さんがそう言うってことはきっとそうなんだろうけど、でもこのままじゃどうにも収まらないっていうか、ふふ話の分かる人がいてくれてよかった、助かったわ。全員が全員クズってわけでもないのね。何なのこの人たち。ああ、さっきからクズ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 言いやがって。クズって言った方がクズなんだよ。バーカ、子供の喧嘩じゃないかも。牧田くん、あなたも大変ね。では我々はこれで失礼します。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。気にしてないわ。もともと約束を破ったのはこっちなんだし。そう言っていただけると助かります。みんな、帰るぞ。クソ、こいつ絶対怪しいのに。牧田くん。まあ、わかったよ。え？待ってください。あなた、今どこから？お願いします。助けてください。私、この人たちに誘拐されたんです。は？誘拐？これは一体。何やってんのよ、シュン。ごめん、ずっとおとなしかったから、つい油断を。やはりあなたには連れがいたんですね。違うのよ、これは。牧田くん、青年団の皆さん、その女の子を保護してください。それから教団の方たちを村役員までお連れしなさい。任せろ。これやっぱ素直に捕まるんですかね。でもなんかサイコキネシスだってあれですもんね、物を動かせる程度の能力なんだよね。だから抵抗できないのか。で、問題のヨウタくんはこれやっぱ捕まえろっていうことだと思うんだけど、もうこれもセーブだな。といったところでまたいい感じの時間になっちゃったんで、ここで終わりましょう。お父さん森でセーブしてこの続きみたいなね前回と同じ流れですけども、はい、それではまたお会いしましょう。ではまた。